皆さんこんにちは、現代アーティストの松岡隆一です。よろしくお願いいたします。さて今日はですね、絵を描く前は写真を撮ってまして、写真家やったんですね。モノクロフィルムで、自分でフィルムカメラで写真を撮りに行って、それを現像してプリントするっていう暗室での作業をしてました。今日はちょっとね、その辺の写真家時代の話をちょっと掘り下げていければなと思いますね。で、まあ、3分ぐらいでまとめようかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。とは言ってもね、まあいろいろ話すと長くなるんですけど、写真はね、17の頃から、写真を始めて、まあその時はまあアーティストになろうとか全く思ってなかったんですけど、ただ写真がね、撮るのが好き で、そこからいろんなものを取り出して、友達のライブ、パンクライブであったりとか、あとはまあいろんな風景であったりとか、一人で小旅行行ったりとかね、しながら撮ってたんですけど、そんで、まあ、写真の専門学校にも行って、でちゃんと写真を一から学んで、まあ、写真家、カメラマンになろうかなと最初思ってましたね。それで、まあ、在学中に結構カメラマンのアシスタントのお仕事とか、あと学校写真ですね、お子さんの修学旅行とかついていって写真を撮るっていうお仕事とかいろいろさせてもらったんですけど、あとブライダルですね、ブライダル の、あのカメラマンのアシスタントもさせてもらいました。結構結婚式には行ってますあったんですけど、写真作家というか写真アーティストを養成する授業がありまして、そこでやっぱり自分の作品を見せる機会が合評会あるんですけど、やっぱどうしてもちょっと自分の色が出せないというか、何をしていいかわからないとかのがあって、本当にむちゃくちゃした写真とかね、なんか女装してみたりとか、長いトンネルが関西にあるんですけど、そのトンネル入って暗い写真をずっと撮るみたいな、まあちょっと病んでましたね。そんぐらいまでちょっと学校の授業で追い詰められて、その中でたどり着いたのが、フィルムカメラで、暗室で一枚一枚自分の手を使って作品を作っていくっていうことやったんですね。でそれを始めましたら、結構まあ、自分にあったんですね。多分自分の手で何か触って表現するっていうのがすごくしっくりきて、そっからは早かったですね。そっからはどんどんその暗室にのめり込んでいって、先生もいろんなことを教えてくれてね。そんで、まあ僕カメラマンといえど、まあ、人とコミュニケーション取るのが正直苦手なんですよね。ちょっと人見知りなんで、いつもアンティークドールをね、結構廃墟とかに持って行って置いて写真撮ったりとか、もう僕の中でポートレートなんですけど、まあこれもちょっと病んでますよねっていう話もね、ちょっとありつつ、そうですね、まあお人形さんを撮ったりとか、あとはまあ自分なりにその廃墟でもない、でも人は入ってない、でも壊されてはない、そんな中途半端な街中の風景をずっと映したシリーズを撮り続けて、でサイズもどんどん大きくして暗室で焼いていったんですね。それで、まあ、暗室で本当に毎日暗室履いてて、印画紙の紙のサイズもどんどん大きくなっていくんですよ。で大きくなっていって、最終的に僕も縦130かな、で横10メートルのロールの印画紙までマックスの紙のサイズまでたどり着いて、でそれで自分で暗室でね、プリントして、自分で現像液とかいろんな停止液とかいろんな液につけて現像していくんですけど、まあそんな大きな、まあ、僕印画紙でプリントしたことはないんですね。だからまあ失敗をしたんですよ。その失敗というのがですね、いろんな液につけていくんですけど、僕その時間がね、やっぱ経験がやっぱないので、すぐパッてあげちゃったんですよね。それでまだ現像できてない、その間のなんかその抽象的な灰色とかちょっと顔映ったりとか、なんかベターっとしたような質感が生まれたんですよ。それが、ね、まあ、抽象画っぽくって、なんか僕の中ではすごくかっこいいってなったんですよね。それからですね、それをきっかけに、その失敗をきっかけに、現代アートって面白いかもしれない、アート面白いかもしれない、抽象的なものって面白いかもしれないってところから、アートに僕は入っていきます。
それがきっかけですね。まあ、写真の時の失敗がきっかけなんですけど、ちょっとね長くなってしまうんで、またねもうちょっと長く聞きたい方とかはインスタライブとかで、生配信で結構長い話を喋ってますので、そういうとことかでなんか話せればなと思いながら、はい、今日はこの辺で終わりますね。ありがとうございます。はい、皆様、本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。できればですね、チャンネル登録の方と、あと毎回言ってるんですけど、インスタグラムをね、作品を結構載せてるので、よかったら見てもらってフォローしてもらったりとか、あとそこからね、お問い合わせとか何か感想があれば、DM の方で受け付けてますので、もしよければレスポンスお願いいたします。松岡隆一でした。また失礼します。